ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日は知事から発表項目が4件ございます。1件目は東北大学ワクチン接種センターにおけるワクチン接種のさらなる加速化について、2件目は潜在看護師の活用について、3件目は輸入室等に関する県民アンケートの実施について、4件目はキッチンカー応援マルシェ in 県庁の開催についてでございます。それでは4件続けて知事よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは1点目、ワクチン接種のさらなる加速化についてです。5月24日に開設いたしました東北大学宮城県仙台市ワクチン接種センターにつきましては、当初1日あたり2100回の接種回数の計画で、仙台市在住の高齢者を対象に接種をスタートいたしました。その後、医療従事者や他の市町村の高齢者等にも対象を拡充してまいりました。皆様のご協力のもと順調に接種を進めてまいりましたが、この度ワクチン接種のさらなる加速化を図ることになりましたのでご報告申し上げます。対応方針といたしましては、皆さんのお手元にある資料の括弧1ですが、ワクチン接種回数を1日あたり3000回に増強いたします。3000回です。これまでも当初の計画である2100回の接種回数を少し超える数の接種を行っておりましたが、今後は接種回数の上限をさらに引き上げるものとなります。対応方針の括弧2でありますが、接種対象者を拡大し、6月28日からの予定で広く県民の方々からの予約受付を開始いたします。具体的な予約対象期間は予約開始時にお知らせをいたしますが、7月7日以降の接種を予定しております。なお対象者につきましては、市町村からの接種券が配られていることおよびご自身で来場が可能なことが必要となります。括弧3、予約方法については6月28日から電話予約をスタートし、準備が整い次第ネット予約を開始することとしております。ちょっとネット予約間に合いませんでした。まずは電話で、受付をしたいというふうに思います。6月28日の電話予約開始時にかなりの回線を用意しておりますが、電話がつながりにくい状況も予想されます。その場合にも焦らず時間を空けて再度かけ直していただくなどの対応をお願いいたします。多分当初電話つながりにくくなると思いますので、その点をご理解ください。なお仙台市民の方々にお金をおきましては、6月27日までは従来の仙台市の予約サイトにおいて7月7日から18日までの枠を予約を、枠の予約を可能といたしますが、仙台市民の方のみの予約開始が先行することとなるため、この期間7月7日から18日までの接種分につきましては、仙台市以外の市町村の方々の予約枠を仙台市と同数程度確保することとしております。したがいまして、仙台市以外の方についてもご安心をいただきたいと思います。次に2点目です。潜在看護師の活用についてであります。宮城県看護協会では先ほどお話し出しました東北大学ワクチン接種センターにおける接種の担い手として、資格を持ちながらさまざまな事情により看護職についていなかった潜在看護師の掘り起こしを行いましたところ、大変多くの方々に手を挙げていただいたところであります。ワクチン接種は今後64歳以下の方々や企業を対象とした職域接種など範囲を拡大していくこととなっております。市町村や職域接種をお考えの企業の方々で看護師の確保が困難な場合には、ぜひ潜在看護師の活用をお願いいたします。看護師の確保につきましては、宮城県看護協会ナースセンター電話022-272-8573、 022-272-8573 までお願いいたします。皆さんからのご連絡をお待ちをしております。なお、いろんな民間の派遣会社もあるようですけれども、看護協会であれば紹介料は無料になるということでありますので、適正な価格でお願いできることになると思います。次に3点目です。本日21日月曜日から県内の授乳室等に関する県民アンケートを実施いたしますのでお知らせをいたします。
県では今年度からスタートした新宮城の将来ビジョンにおいて、政策推進の基本方向に新たに社会全体で支える宮城の子ども子育てを加え、これまで以上に結婚、出産、子育てを切れ目なく応援する環境の整備などを進めていくこととしております。その取り組みの一つとして、小さなお子様連れでも外出しやすい環境づくりとして、授乳室の設置を促進していきたいと考えております。今年2月に子育て支援に取り組む方々と懇談をさせていただきましたが、その中で、県内には今は授乳室が少ないけれども、増えていけば赤ちゃんと一緒にお出かけしやすい環境になるではないかとのお声がありました。こうした声を受けて町内で検討した結果、県の施設でも設置箇所が少ない、設置していても情報発信が不十分といった課題も見えたことから、今後の設置促進に向けて今回子育て世代の授乳室等の利用実態、施設側の設置の実態などを把握するためのアンケートを実施することにしたものであります。利用者である保護者向けには、授乳室の利用状況、授乳室がなくて困った場合、場所、授乳室に求める機能、事業者向けには、授乳室の設置状況、設置を検討する場合のスペースや費用などを伺うものであります。スマホからもパソコンからもアクセスできる県の電子申請システムを使い、項目を選択する形式ですので、回答時間は 2,3 分となります。参考にチラシもお配りをしておりますが、こちらの画面ご覧いただきたいと思います。保護者向けは黄色、設置者となる事業者向けは青色となっております。このような形になっております。なお、保護者向けのアンケートにお答えいただいた方々には、黄色のチラシ下の方に書いておりますけれども、抽選で伊達正夢と金の息吹セットを10名様にプレゼントいたしますので、ふるって回答をお願いいたします。アンケート結果を分析し、子育てしやすい環境づくりを一層進めていきたいと考えておりますので、多くの皆様からの回答をお持ちしております。この件については以上でございます。最後に4点目です。キッチンカー応援マルシェ in 県庁についてご説明いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大による屋外イベントの中止などにより、出店できる機会が減少し、キッチンカーの経営は大きな影響を受けております。そこでコロナにより影響を受けたキッチンカーへの支援の在り方を検討するため、一般社団法人宮城キッチンカー協会様にもご協力を受けて、モデル事業として6月23日から3日間、県庁の敷地にキッチンカーが出店いたします。午前11時から午後2時まで営業し、納めであれば中止せず決行したいと思っております。この催しでは毎日6台から7台のキッチンカーが集合いたします。これほどの数のキッチンカーが集まるのはあまり例がないことであり、メニューも大変豊富でありますので、お昼ご飯などでぜひ立ち寄っていただければと、そして応援をしていただければと思います。この件につきましては以上でございます。はい、ありがとうございました。ただいまの発表項目について質問を受けたいと思います。なお、質問は案件ごとにお受けいたします。また質問に対しましては、はじめに社名をお名乗り願います。最初に1件目、東北大学ワクチン接種センターにおけるワクチン接種のさらなる加速化についてお願いします。はい、はい、先ほど趣旨からです。今日から東北大の大規模接種会場を利用して職域接種が始まりましたけれども、職域接種、それから東北大ですけれども、その、県内 の、 ワクチンの接種の加速化に資する意義というところを改めて知事長が考えておられるか伺いますか。はい、まずは多少の混乱がありましても、一人でも多くの方に一日でも早く接種をしていただくということが非常に重要だというふうに思います。個別接種や集団接種会場に皆様それぞれお越しいただくというのは、働きながら、接種を受けに行くというのは非常に大変な労力が必要だというふうに思います。そういう意味では職域接種で職場でまとまってですね、多くの方に一気に受けていただけるということは大変大きなメリットがあるものだというふうに思っております。あと今回大学ということなので、若い人たちが、学生さんも含めて受けるということですけど、はい、今まではこれまでは高齢者を中心になっているんですけど、はい、その辺のその意味っていうのはどうお考えでしょうか。はい、重症化を防ぐという意味ではですね、高齢者から接種をするというのは非常に重要なことだというふうに思います。
実際、今、重症者用のベッドがですね、非常にこう空いてきました。これはやはり接種をしてきた効果が出ているのではないかというふうに思います。ただ、高齢者が、失礼しました、重症者が出なければそれでいいのかというと、やはりそうではなくて、根本はですね、やはり感染を広げないこと、感染者を増やさないということだと思いますので、次の段階としてですね、どんどん若い人に接種をしていく、そして、コロナを広げるのを抑えていく、非常に重要なことだというふうに思います。あ、すみません、これは若干重要、事務的なことですね。前回の発表では1日あたりの接種2300ぐらいまで、はい、今現状そういう数字だと思うので、今回のその3000の増強というのはこれいつぐらいからの目標ということになりますか。時期は分かりますか。いつ頃から3000回か。はい、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 あ、はい、コロナ調整室です。3000回、6月、今週末ぐらいから3000回超えるようになっているので、はい、まあ、今週末としてはい、じゃあ現状2300ぐらいでそこから徐々に上げていくという感じですかね。そうですね、今日から大体2600超えるくらいですので、そこからもうすでに徐々に上げていくんですね。でまあ、マックス3000ぐらいまで上げれるだろうということで、東北大学の先生方、機械も打っていただけるようになり、研修が終わりまして、打てるようになりまして、あと学生も入れて3000受けるということですね。あそこで学生も打っていきますんで。東北大学の職域接種も入れて3000受けるということです。で、現状2600ぐらいという考えですか。今日から2600から2600。はい、ありがとうございます。はい、その日によってデコボコは、ね、当然出てきます。この件に関しまして他に、はい、どうぞ。3000回で強化させたという話も書いてますけれども、3000回にできた理由としてはその人員の拡充ということが大きいと。そうです。あとワクチンの確保も結構大変だったんですけども、政府の方に、お願いいたしまして、まあ、それは県の方からお願いいたしまして、ワクチンの確保もご理解をいただいたということであります。これまでどれぐらいだったのか、どれぐらいに増えたかという数字だと、人数、打ち手とかですね。打ち手の人数ですか。はい、打ち手は今日から職域ブースで2ブース増やしております。あともう一つはレイアウトを大きく流れるような形で変えておりますので、まあ、そういったところで増強していくというようなところでございます。2ブース増やしたら何人ぐらい増えますか。2ブース、人数まで分かんない、人数まで分かんない、まあ、つまり同じ打ち手をそんな増やさなくてもですね、レイアウトを踏まずずにして人が早く流れるようにしていったということも大きいということです。あともちろん打ち手も増やしてはいます。しっかりも打てるようになりました。あとで投げ込むとか、はい、分かる、今分からなかった、あとで投げ込むとか。いやいや、あとで投げ込む、あとで投げ込みしますか、うん、何人ぐらい増えるか、ね、はい、どうぞ。産経新聞の大柳です、はい、先ほどその学生や教職員も含めたその職域接種も含めて今日の2600人から3000回ということに増やすということをおっしゃいましたけれども、もし分かればその職域接種だけでどのくらいなのか、これまあ東北大に聞くべきことなのかもしれないんですが、もし分かれば教えてほしいんですが、はい、1日何件というのがあってね、はい、はい、どうぞ。はい、この学校接種です。今日の東北大学の接種につきましては一応500を予定しております。今日は500、今日500です。全体で3000人になった時っていうのは職域接種っていうのは何人ぐらいやってる。東北大はしばらく500で、はい、まあ、基本的には500でずっと流れていく、はい、この件に関しまして他にございませんでしょうか。はい、なければ次に2件目、潜在看護師の活用について質問ございますでしょうか。
はい、どうぞ。朝日新聞のニュースと申しました。端的にお伺いしたいんですが、先生看護師、今回改めて活用を呼びかけるというのは、はい、現場で足りてないという、そういった実情が報告されているとか、そういう状況があるということですか。はい、医師の確保もそうなんですけど、やはり看護師が非常に不足しているというような話がありました。我々も、どれだけ看護師の皆さんがご協力いただけるか分かりませんでしたので、何人大丈夫ですというようなことを申し上げることができなかったんですが、おかげさまで現在、看護協会に、登録をされている方で協力していると手を挙げてくださった方が357人、そのうち130人が大規模接種センターで従事をしていただいているということでございますので、227人、まだ手が空いているということであります。そういった方に、ご紹介をしたいと思うんですけど、どこにニーズがあるか分かりませんので、この機会にマスコミの皆さんに、このようなお話をして、マスコミの皆さんから、皆さんに、そういった、必要とされている方にですね、伝われればよろしいのではないかと考えたということです。この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞の渡辺です。若干事務的な話なんですが、この潜在看護師の、募集についてはいつから始められたかというのを。募集、看護協会が、はい、募集したのはですね、これはもうワクチン接種始まるところからじゃないですか。どうぞ。はっきり何月何日って分かります？大体いつ頃でもいいんですけど。はい、医療人材対策室、ワクチン接種センターが立ち上がる頃でございますので、5月中旬だったり。この件に関しまして他にございますでしょうか。現在、33件、職域接種をなさると、宮城県内でですね、職域接種をなさるって言ってる会社大学が33件あるんですけれども、そちらは大体もう看護師の確保は終わっているのではないかというふうに思っているんですね。ですから、それ以外のところで今後何かされるということであればですね、看護協会に直接お問い合わせいただいて考えているということです。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。次、なければ3件目、自民党における県民アンケートの実施について質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。川口社長です。入室についてなんですけども、現実、これから人数調査されると思うんですが、県として今のところ、配置数の数値目標ですとか、あるいはいつ頃までに配置を終えたいスケジュール感がある現時点です。はい、アンケートですので、できるだけ多くの方にご協力いただきたいなというふうに思っております。スケジュールについては単価は何かありますか。いついつまでというの。はい、はい、それで大体数値の中です。スケジュールですけど、アンケート自体は8月末まで。8月末、はい。どうですか、配置の、何個配置するかとか全然違うと思うんですが、どれぐらいまでこう整理したい。今ちょうどモデル的に県議会の6月補正予算で2台を目処に予算案を提出して楽しみいただくとしております。その2台というのは、すでに箱型の授乳室なんですけれども、
まあ、既に販売をされている、あるいはリースされているものです。まあ、それは非常に高額なんですね、高いんですね。ですから、それは2台だけ設置をいたしまして、で、いろいろ検討する材料を使わせていただくということです。で、その後、数を増やすためにどうすればいいのかということをですね、全庁を挙げていろいろ検討し、県民のいろんな県内の企業の皆様にもご協力をお願いしていきたいというふうに思っているということであります。この件に関しまして、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。将来的にその授乳室をどのような場所にどれだけ設置すべきというふうにお考えになったんですか。はい、まあ、私の思いはあるんですけれども、その具体的にですね、理由根拠があって言わなきゃなりませんので、それを調べるためのアンケート調査というふうに捉えていただきたいというふうに思います。まあ、当然多ければ多いほどいいんですけれども、まあ、お金の問題もありますし、先ほど言いました今回6月議会で予算を認めていただいて導入できるものは2台、で1台1つが車1台分ぐらいするんですよ。ですから非常に高価でありますから、それだと数はそんなに増やすことができません。したがって、もう少し安価にやる方法はないだろうかというようなことをですね、今、まあ、調べているということであります。はい、例えばですね、普通の事業者さんで、まあ、設けていて、で通りがかったから授乳室使わせてくださいって、なかなか普通は言いづらいものだと思うんですけれども、例えばその公共の場所なのかとか、その商業施設はもうすでにあることもたくさんありますけどね、はい、どのような場所でしょうか。はい、できるだけ多くの方が集えるような場所がいいと思ってまして、またここに行けばある、例えば道の駅に行けばあるというふうにすればですね、道の駅を検索すれば、必ず授乳室があるということになりますね。授乳室のある道の駅、授乳室のない道の駅ということであれば、やっぱりどこにあるのかっていうのは分からないものですから、ですから私としてはなるべく公共性の高い場所で、みんなが行きやすい場所である、でそして合わせて、ここに何々に行けばあるっていうような形にですね、できればいいのではないかなというふうに思っているということです。ただ実際利用されている方や、あるいは協力してくださっている事業者の皆さんがどういう思いを持っているのか、何を求めているのかということが、まあ、正直、私とも分かりませんので、それを具体的にちょっとアンケートを取ってですね、お聞きしたいと考えたということであります。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければ次に4件目、キッチンカー応援マルシェ in 県庁の開催について質問ございますでしょうか。大丈夫、よろしい。はい、それでは以上で知事からの発表項目についての質疑を終了します。以降の進行は幹事さんにお願いいたします。はい、幹事NHK の方です。よろしくお願いします。では、幹事質問1件になります。はい、セカリエ、土曜日から始まりましたけれども、はい、これまで知事ご覧になられた感想受け止め、そして、県として呼びかけられていた感染対策等の、実行具合という点でしょうか。そういったものをどのように捉えていらっしゃるかお願いします。はい、私は、土曜日に気仙沼の聖火リレースタートの場に立ち会いました。まあ、小雨、霧雨でしたけれども、降っておりましたが、非常に熱気を感じました。スタートするときはちょっとこう、ぐるっと来ましたですね。やはり、ここまで苦労してきましたので、やっとこうスタートできたということ。そして何よりも、聖火リレーの方が非常に嬉しそうに、されて、千田さん、まずされておられました。また見てる方もですね、まあ、声を出さなかったんですけど、みんなで拍手してですね、出発式を迎えていただいたということ、本当に嬉しく思います。まあ、一時はコロナが患者が非常に増えたときにはですね、開催自体を、まあ、危ぶんだこともあったんですけれども、結果として、一部修正をいたしましたけれども、基本的には予定通り開催できたということを非常に嬉しく思います。今日の最後までですね、今日最後を迎えますので、事故なく、怪我なくですね、無事終わるようにしっかりと対策してまいりたいというふうに思っております。感染対策ということでは、
若干密になっているところがありましたけれども、スタートして到着して、また、一部、経路上では密になったところもあったようでありますけれども、まあ、先ほど言ったように声は皆さん出さずにですね、拍手をするといったような形で、みんなで、しっかりと対応していただいたものというふうに思います。この、聖火リレーを契機にですね、感染が広がるというようなことにはならないのではないかというふうに感じました。ありがとうございます。各社さん関連する質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。では、はい、ありがとうございました。それではその他の案件で質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。朝新聞の質問、東京五輪の関係でお尋ねします。15号から政府が観客について上限1万人ということで調整をしているという報道がなされて、今日にも決定されるというふうに言われております。観客を入れて上限1万人で五輪を開催するということについて、宮城もサッカーが開催されるようになっております。この政府の方針に対する知事としてのご見解をお願いします。はい、現在の落ち着いた状況、一部地域ではまん延防止等重点措置地域になりますけれども、比較的落ち着いている状況ではですね、しっかりとした感染対策を取れば私は可能ではないかなとは思ってはおりますけれども、今後開催までにはまだ期間がありますので、その後感染者が急激に増えるというようなことがあればですね、これは、その変化に応じて、対策を取っていく、あるいは観客の数を減らすといったようなことも考えなければならないかもしれません。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。あ、はい、どうぞ。はい、通信の関連です。関連して有観客になった場合は、その全国的な人の流れがまた再現される可能性があると思うんですけれども、それでその全国からその競技会場に来ていいのか、またはその開催地の県民だけにするのか、そういう議論もあると思うんですが、知事としてはどのようにできたというふうに考えでしょうか。はい、これは非常に難しい問題だと思います。感染対策だけを考えればですね、感染対策だけを考えれば当然もう人が動かない方がいい、人流が起こらない方がいい、あるいは観客がいない方がいいということになると思いますが、一方で、世界的なスポーツイベントをみんなで祝福をし、盛り上げる、また復興五輪ですので多くの方に、復興した姿を見ていただき、我々の感謝する気持ちを伝えるといったような、大きな目的もありますので、そういったようなものをですね、総合的に勘案をしていく必要があるだろうというふうに思います。そう考えますとですね、国全体で、そういったことを全体を考えながら、総合的に判断をしていただくということが重要だと思います。私が個人的に、宮城県民だけにすればいいとか、他県から入っていいですし結構ですというようなことを申し上げるべきではないかと思います。この件に関して、はい、どうぞ。警視庁の小金です。観客をどうするかという話なんですけども、これ現在岐阜町が会場になっていると思うんですけど、準備状況は今どんな段階になっているかというところをお伺いしたいと思います。政府の方針が決定しないとなかなか準備も進めにくいとは思うんですけど、はい、今こういった状況か改めて教えてください。はい、当然これ我々としては申し込まれた方がフルでですね入ることも想定して、準備をしておりましたので、それより人数がこう減っていくということになればですね、より対応しやすくなるというふうに思います。したがって1万人という数、先ほどお話ありましたけれども、そのような形で決まったとしてもですね、ボランティアの皆さんも含めて対応は可能であります。はい、
この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。川本です。知事に常々専門家の意見を重視したいということも、ね、医療の防疫対策については発信されているかと思うんですけども、はい、今回の政府の有識者会議の方では、まあ、無観客は望ましいという意見も何が望ましい、政府の有識者会議の方では観客を入れることについて、まあ、否定的な意見というのも発見はされましたけれども、はい、こういったその専門家の意見については知事、まあ、総合的に判断するのは望ましいということですけれども、はい、その辺に加えたらどのようなご見解でしょうか。はい、まあ、当然、いろんな判断をするときにですね、プロの皆さん、専門家の意見を聞いて、それを考慮しながら進めていくというのは重要なことであります。これ一般論としてですけどね。ですから、まあ、専門家の方が、感染防止の対策、ごめんなさい、感染抑止の面でですね、いろいろ厳しいことをおっしゃるのは当然のことだろうというふうに思います。それを聞いた上でですね、先ほど言ったように総合的に物事を判断をして決めるべき人がしっかり決めていけばよろしいのではないかというふうに思います。感染上限数についてはやはり難しいところがたくさんあるかと思うんですけども、その決め方であったり数値をどこに設定するかというその判断基準についてはどのようにお考えですか。そうですね、まあ、これは機械的に、数式があるわけではありませんので、それこそいろんなことを含めて、総合的に考えていくというしか答えはないのではないでしょうか。非常に難しいと思いますね。口で言うのは簡単ですけどね。私が総理だったら悩むでしょうね。はい、はい、どうぞ。はい、新聞放送のです。先ほど岐阜での準備状況の件、ボランティアさんの話があったんですけど、その件ですか。当初より半数ぐらいになってしまったということで、まあ、ボランティアさん、現状でも多分対応できると思うんですけれども、その観客 の, 入, 場あの入場制限ですね、数によってそのボランティアさんの数を減らしたりとかっていう、そういう考え方は、例えば無観客になったら全くもうボランティアの出番なくなっちゃうと思うんですけど、そこら辺どうなんですか。そうですね、まあ、無観客になったらどうなるか、そこはちょっとまた改めて考えなければならないんですが、私はせっかくですので、ボランティアの方には全部、何らかの形で関わっていただきたいという思いを持っています。せっかく手を挙げていただきましたので、ご協力いただきたいと思います。ただ半分ぐらいになりましたけれども、人手が足りなくなるということはないだろうと思っています。というのは外国人の方がですね、お越しになることを当初予定しておりました。まあ、そうなると道がわからない、どこで食べたらいいか何たらいいかわからないという方がおられるかなと思います。相当準備してたんですけれども、外国の方ほとんどマスコミの一部のマスコミの方しかお越しになりませんので、まあ、そういう方は車で来られると思います。そこを考えますとですね、まあ、半分のボランティアの数で十分対応できるというふうに思います。せっかく手を挙げていただいたので、皆さん、ぜひ参加をして一緒にオリンピック盛り上げていただければというふうに思います。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。本日的です。人手の関係で伺いたいんですけれども、感染者数がかなり週ごとに見ると減っている中で、自宅解除されてからかなりその夜の部分長だったりとか、はい、人手はデータを見ると増えている数字が上がっているんですけれども、まあ、なかなか自宅解除されてますので、まあ、どういうふうに県民に呼びかけていくかと難しいところだと思うんですが、まだ認証制度の認証点も少ない中で、はい、まあ、どういうふうに楽しんだらいいかというか、何でしょう、飲みに行ったらいいかとか、そういう形の側面で、自分にメッセージをお願いできます。はい、まずお店の皆さんに対しましてはですね、感染対策、認証制度を手を挙げる挙げないは別にしてですね、36項目の内容というのは非常にいい内容でありますので、できる限りそれに合わせるような形でご協力をいただければと思いますし、県民の皆さんもマスクをする、会食お酒を飲む際もですね、
口に物を入れるとき以外はなるべくマスクをするといったような協力、あと大声で大声を出さない、座り方に工夫をする、少人数で、まあ、会食をするといったようなですね、協力をいただければですね、今のこの感染状況ではですね、それほど大きな、患者が増えるようなことにはならないだろうというふうに思います。ぜひ、この状態を維持できるようにですね、ご協力いただければと思います。はい、はい、この件に関しまして他にございますか。なければ あ、ごめん、はい、失礼します、はい、まあ、夜とかこう通りを歩いている、繁華街を歩いていると結構マスクを外して堂々と歩いている方とか、まあ、だいぶこう油断している方が非常に多いというふうに言ってられるんですけども、まずその現状については知事さんどう受け止めでしょうか。はい、まあ、私繁華街最近歩いてないんでわからないんですけれども、報道なんかで見るとですね、マスクを外していたり、あるいはつけていてもこう顎のところに持ってきたりというような方が散見されるようであります。ちょっとした気の緩みでですね、また大きな波が来ることも十分考えられるというふうに思います。これは非常に私も危機感を持っておりますが、もう何と言いましても一人一人の県民の皆さんの協力なしには、できないことでありますので、ただただ県民の皆さんへの協力をお願いし続けたいというふうに思いますし、やはりワクチンをどんどん打っていただく、これが非常に重要なことだというふうに思いますので、環境が整っておりますから、接種券が届いた方からですね、どんどん予約をしていただいてワクチン接種をしていただきたいというふうに思います。こういった状況だと続けばやはり感染拡大する可能性は大いにあり得るか。私は夏が過ぎて秋口からまた第6波、第7波と5波、第5波、第6波というものが来るだろうというふうに身構えております。ただその山をですね、3月の時のような大きな山にしないようにするということが非常に重要だろうというふうに思います。あと県庁職員の方ですが、非常に、まあ、人としても人数が多くてですね、まあ、この県庁職員の方々が、まあ、飲みに出るか出ないかというのは非常にこう企業としても注視してくるのがあるかと思うんですけども、だいぶお話なんかを聞いているとなかなか行きにくい空気が当然ながらあるというふうに思います。で、県庁職員の方の確認なんでしょうか。それに出ることの是非とか鍵ということについては、ついどのように発信されているのか、まあ、されていないのであれば、今後どういう形にしていきたいかと思います。はい、今まではですね、ずっと、会食はなるべく控えるようにというふうにお願いをしておりました。職員に対してですね、なるべく、会食は控えてほしいと。まずは県庁職員から、感染防止、感染予防、ここに力を注いでほしいというお願いをしておりました。残念ながらまだ県職員ほとんどワクチンを打っておりません。一部の職員しかまだ打ってないんです。しかも2回目打った人がまだいないという状況でありますので、もう少しですね、少なくとも県職員も7割、8割が、ワクチンを打ち終わるという時まではですね、もう少し我慢をしてもらいたいなという思いを持っています。ただ私がそういうことは命令することではありませんので、職員に対してお願いをしたいというふうに思います。もう少し、もうしばらく我慢して早くワクチンを打ってほしいと思います。現時点の確認、現時点では大人数での会食は控えてほしいという発信をされているということですね。はい、はい、というよりも外での会食をなるべく控えてほしい、ダメとは言いませんよ、なるべく控えてほしい、はい、なるべく控えてほしいというお願いします。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、吉井さん、ワクチン接種に関してなんですけれども、はい、先週仙台市の64歳以下の方に接種券を発送されましたけれども、優先順位として60から64歳ということで、知事も対象に当てはまると思うんですが、この、まあ、以前会見でも県民と同じタイミングで感じる方に受けるとおっしゃってましたけれども、今後の予定などあれば。はい、私はもう60超えてますので、仙台市の優先接種対象者の中の一人ということで、土曜日に接種券が届きました。したがって私も早めに接種をしたいというふうに思っています。今日以降ですね、この間先週お話した、一バイアル、最後一バイアル封を切って、残り
0から9ですよね、任分、残った時に職員で、無駄にしないように誰か順番に打っていくというお話しましたけれども、その中の一人に私も加えてもらうように今調整をしているということです。で今日から、私も受けに行きたいと思っているんですけれども、私が打てるかどうかというのはその日4時半にならないとわからないんです。ですから4時半に分かって、打ちに行って、もしかしたらその日打てないかもしれませんし打てるかもしれないという状況です。4時半で5時までに30分しか時間ありませんので、申し訳ないですけど、皆さんにいついつ打ちますから来てくださいということをちょっと申し上げられないんです。その点ご理解いただきたいというふうに思います。打ち終わったらですね、いついつどこで打ちましたということは報告したいと思います。また2回目の接種はですね、もう1回打った段階で2回目打つというのが決まりますので、2回目の接種はいつ何時にどこですかということは皆さんに告知することができます。もし希望されればできます。ちょっとここ数日の間にいつ打つかわからないので、皆さんも4時半に言われても準備が間に合わないと思いますので、申し訳ないですけど打ち終わった後皆さんにお伝えしたいと思います。はい、どうぞ。大規模接種センターで受けられる。そうです、モデルナで、余った分を打つということです。県民の方も打たれた方の中には、身体的な反応など少し訴える方もいらっしゃると思うんですけど、ご自身が接種される上で、そういった不安などありますか？全くないですね。はい、それより早く県民の皆さんに打っていただきたい。基礎疾患のある方などはですね、ちゃんと専門のところに行って個別接種の方がいいと思いますけども、私のように特に大きな疾患のないような人はですね、早め早めに大規模接種センターなりに行って打っていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、この件に関しまして他にございますでしょうか？なければその他の案件でございますでしょうか？はい、よろしい、はいはい、以上で知事定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例会見は6月28日月曜日19時30分からを予定しております。皆さん大変お疲れ様でございました。